ガス山とガス神社もがみ川さみだれ多い、庄内町は山形県東田川郡の庄内地方中央に位置する町。県内の町村では高畑町に次いで人口が多い。庄内町は庄内平野の中央部からガス山の麓までもがみ川と立谷沢川の流域に広がる、長細い形の町である。余め地区は庄内平野の一角を占め、平坦地にある。 国道47号線と県道沿いに、住宅や商店、公共施設が集中し、そこを中心に放射状に、周辺の集落や市町村に道路が伸びる。省内町の中心地である。現在は有数の稲作地帯となっているが、土地の標高が、最上川の水位より高いため、最上川から取水できず、江戸時代までは広大な原野地帯だった。刈川地区は、 カ川駅を中心に住宅や施設が集まっている。清川地区は、立谷沢川とモガミ川の合流するところに位置し、江戸時代モガミ川周運の中継地として栄えた。立谷沢地区は、立谷沢川沿いに集落が点在する。明治時代後期から昭和初期に広く栽培された稲品種、カメノ王の発祥地である。庄内町は、 省内地方南部の鶴岡市を中心とした田川地区に属するが、北部の坂田市を中心とした悪久美地区とも経済的な結びつきが強い。町がどちらの地域に属するかは見方が分かれるところである。余梅町と立川町は当初、坂田市側と鶴岡市側の両方の任意協議会には参加したが、どちらの法定協議会にも参加しなかった。 2002年12月26日に2町で任意協議会を設置し、2003年4月1日に将来中央合併協議会を設置した。2町間で合併の協議を進め、2005年7月1日に省内町が発足した。旧余目町の一旧立川町の一立川町舎、省内町文化創造館、響きホール。ありがとうございます。